おしっこ汚れやおしっこの匂いにとても強いんですよ。今回はこちら、トイレのルックを使ってトイレ掃除をしていこうと思っております。どちらかというと、便器の内側の掃除に使うものですよね。タンクや便座、あと床の拭き掃除にも使えるんですよ。今回の見どころはその拭き掃除の方のやり方ですよね。まずは、便器の縁裏と陶器表面にトイレのルックを塗りつけていきます。そしてトイレットペーパーで塗り広げていきますね。このまま放置します。いよいよ拭き掃除の方に入っていきますけれども、拭き掃除をする場合はもちろん原液では使えません。薄めて使っていきます。このスプレーボトルの中にあらかじめトイレのルックを 1g 入れております。そこにですね、水を 100g 入れていきます。これで拭き掃除用のトイレのルックの完成ですね。このペーパーに引っ掛けました。このまま放置しながら拭き掃除始めていくわけなんですけれども、本当の使い方はつけてから2、3分経ってブラシで洗って流すというやり方なんですよね。なので今回は明らかに2、3分以上長く放置しているというやり方になってしまうので、正しいやり方ではないです。では拭いていきます。それでは流します。では次に便器の外側と床と壁とドアの低いところを拭いていきます。まずは最初に直接吹きかけて少し湿らせまして。大体高さはおしっこが飛び散りそうなところの高さまでですね。高くても。一通り掃除が終わりました。ということで今回はトイレのルックを使って便器の内側だけじゃなくトイレ室内を丸ごと掃除してみましたが、いかがでしたでしょうか。このトイレのルックは酸性タイプの洗浄剤なんですよね。なのでおしっこ汚れやおしっこの匂いにとても強いんですよ。トイレ室内の拭き掃除にも使ってみてはいかがでしょうか。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。